チーム HRC の高橋拓実です。自分のチーム HRC のイメージはやっぱすごい強いファクトリーワークスっていうイメージがすごいあるので、それをその責任じゃないですけど、それをうまく自分もプレッシャーに感じて結果残せるようにしたいなと思います。そうですね。やっぱり自分は日本でしか経験はないですけど、宇川さんは海外でもすごい経験をお持ちだと思うので、ライダーとしてのアドバイスも当然自分からは求めていきたいと思ってますし、アドバイスをいただけるようにいただいて、今後につなげられるようにしたいなと思ってます。土曜日、日曜日でコンディションは絶対変わると思うので、土曜日が悪くても日曜日良くなるチャンスはありますし、よくできるチャンスはありますし、逆に土曜日良くても日曜日がコンディションによって変わることもあるので、そこら辺を注意しながら走りたいと思います。チーム HRC の活動が復活するということで、ホンダのホームコースである茂木で、自分も関東出身なのでよく通ってたコースなので、一番走り込んでるコースなので、開幕から2連勝できるように頑張ります。